ドルミファソラシドプー、よしプーいけ、どんどん吹け吹け、ガンガン吹け、プーポンが彼の力見せてやれ、いや、どんどん、これな、勇気満載、すごい、ここにもある、これ今さっき出てなかった勇気はまだ待ってる人がいる、危ない、手を伸ばしてるってやつね、なるほどね、何がなるほどなの、あ、まずい、ちょっと待って、なんかいたぞ、待て、あ、まずい、動けない、よし、いけ、倒せるぞ、こんなやつ。絶対倒せる。今回こそ倒すぞ。前回ボコボコにされたからな。こいつ、ちなみにどうや、なんか、危ね。なんか、あんまり近づかない方がいいパターン臭いんだよな。気のせいかな。なんか、すごい攻撃してくるから、もう持てるもん全てやる。いっと。当たってない!これ当たってない。ちょ。意外と飛距離が近くにいそうでいない。こいつ、浮いてて、ちょっと待って。アイスビーム、いける、アイスビーム入ってる。待て、これ行かない、どかないと。火が来る。絶対火が来るぞ。おっと、逃げたか。なるほど。あ、この火は近づいちゃダメだぞ。マーク2出した。マーク2、近づかない方がいいぞ。こいつは火がとんでもない角度から飛んでくる。アイスビーム、もう一発。この辺で一回引こう。ほらね。来るよね。遠距離の割と攻撃が多いから、あまり近づかないようにして、ヒット&アウェイで行く感じだと思う。あ、やばい。これ火来る。絶対火来る。やばい。これまずい。危ねえ。あれもう連打で食らうんだよね。起き上がりに食らうから。ここは、なんとかマーク2にちょっとたけってもらって。危ないよ。多分俺に来そうだな。ナイス、来た、ほらよ、顔面もらえたな。もう一発、アイスビーム、これアイスビーム入ってんのかな、入ってるな、これそろそろ、まずいぞ、なんか来るぞ、これなんか、音が消えるとやばいやつだよ、は、どこ行った、カニ食うわ、おお、やばい、マーク2が瀕死だ、もうすでに瀕死。マーク2がやばい。マジか。いや、でもここで勝負を決めなければいけない。いけ!出血出るのか?待って、あんまり近づかない方がいいぞ。これ、俺の方に来るパターンだと思う。あれ?これマーク2死んだ?死んだマーク 2! マジか。早えな。もう死んだのかよ。いって!やばい。こう、あ、いや、カニじゃない!カニじゃない、カニではない、ここはカニではない、カニではないぞ。よし、ここでアイスビームを入れていきたいところだが、お、なんだこいつ、おかしな竹になってんな。柱やったら柱、距離があるか、もうちょい、うん、なんだ、これまずいやつだ、多分引っかかってる、うぅぅ核弾頭みてえな、なんだこれ、あ、まずい。危ない。前に入れ。オッケー。アイスビーム。前。オッケー、ナイス。アイスビーム。もう一回アイスビーム。やばい。火が。やばい。危ねえ。死ななかった。今の追撃が来るんでね。起き上がりで死ぬんですよ、あれで。なんだ?飛んだぞ。あ、まずい。よくわかんない。なんだ。これやばいやつじゃない?これ。猟犬ステップス、逆だ、くそ、わかんねえよ、マジで。ちょっとわかんないんだけど、いや、また消えたぞ。おっと、そういう感じね。アイスビーム反撃。うっそ、ひるがえしくんの、そこで。待て、まずい、火が来る。ガー、マジか、くそ、強え。こいつ強いな。マジか。なんか前回見たかわかんないけど、すごいんだけど、勇気はまだか、これ見たっけな、評価してんのは見てんだよな。でも、ここ来る時もね、撮影前に評価したんですよ。勇気万歳。すごくねこれ。評価20。これ、勇気ってこれ僕のこと言ってんですよね。すごくない?この先勇気が必要だ。すごいな。必要なのか?俺全然倒せないけど、これも評価した。うん、したね。勇気を目指して、すごいね。勇気祭り。まあ、行こうか。
ちょっとね、わかりましたよ、もう。こいつの攻略法が。はい。プープー音楽隊です。間違いありません。久しく登場。プープー音楽隊、行くぞ。ここはもうプープー音楽隊、お前たちの力を俺は信じるからな。お前たちの力で行くぞ。さあ、行くぞ。ファンファーレ。そして、フィナーレを。終焉のオーケストラだ。行くぞ。プープー音楽隊。こんなやつ演奏で何とでもしてやれ。俺たちの音楽の力で、こいつを倒すんだ。行くぞ、プープー音楽隊。近づけ。プープー音楽隊。プー、死ぬー、危ない、いや死ぬー。プープー、プープー音楽隊、行け行け行け、どうぞ行け。ちょっと俺できないんだけど。プープー、危ないっす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 、やばいやばい、団長が演奏できない、団長が演奏できない。よし、行くぞ、プープー音楽隊。ちょっとプープー音楽隊、プープープー、怖えな、やべえな、マジやべえ、もうプープー音楽隊半分ぐらい削られてる、全員削られてるぞ。いや、ここはまだ。よし、いいぞいいぞ、当たってる当たってる。プープー音楽隊、プープー音楽隊、よしよし、いいぞ、プープー音楽隊、もう一発、プープー音楽隊。これ、怖い、団長退避、団長退避、退避。あれ、なんか危ない。なんだ。なんですぞ、怖い、ビッグ、怖いよ。みんな、退避、逃げろ、来るぞ、大丈夫か、あ、3人、おい、全員生き残ってる、団長以外全員生き残った。ドレミファソラシー、ドレミファソラー、オッケー。よしよしよし、行くぞ、よし、プープー音楽隊行くぞ、次こそ倒すぞ。こんなやつ俺たちの演奏で倒せそうだったからな。マジで倒せそうだった、シンプルに。てか、こいつにこれで挑むやつあんまいないんじゃない、この布陣で。戦技がちょっと強いとはいえ。プープー音楽隊、ドレミファソラシドー、あ、ちょっと死ぬ、本当死ぬ。待て、よけた、よし、もう一発来るはずだ。ここよけていく、はい、はい、よし、ここだ、ドレミファソラシドー、オッケー、プー、よしよし、ナイスナイス、プー、もう一発、プー、よし、プープー音楽隊、いけ、どんどんいけ、力の限り吹け。あ、まず火来るかも、こっちに火来ます、君、火来る、起き上がらない、まだ。ここであえて FP を回復していく、そして消えるかな、消えますね、すごい、猟犬ステップ、ちょっと怖いから、これは猟犬ステップでいきます。いや、ここでバリアを張っていく、壇上バリア、危ないぞ、みんな大丈夫か、よし、なんとか持った、いけ、足引っ張ってないか俺、大丈夫かな、いけ、団員頑張れ、プープー団、よし、ナイス、ドレミファソラシドプー、ドレミファソラシドプー、よし、プーいけ、どんどん吹け吹け、ガンガン吹け、プープー音楽の力見せてやれ、いや、どんどん、え、あ、団長、ダメです、もう吹いちゃダメです、これ以上吹いたら危ないです、危ない、大丈夫か、大丈夫、よし、なんとか全員生きてる、いけ、プープー音楽隊全員なんとか生存してます、いけるぞ、おお、何、お、危ない、出て、どこ行った、わかんない、危ない、なんだ、音速のように通り過ぎていきやがった、あいつ、うわ、なんだこれ、やばすぎる、めいで、あ、ダインが2人死んだ、やったよこれ、何これ、やべえ、マジになった、あいつ頑張ってる、くそー、よし、回復、危ない、ここであえて、あ、まずいぞ、消えるぞ、ここであえて
アイスビームも入れていく。もう使えるもん全部使うパターンね。これ俺じゃないだろ。さすがに。おらあぶねー。キモ。キモいぞお前普通に。アイスビーム。アイスビーム。俺か。後ろ下がっちゃダメだけど起き上がらない。うう起き上がり。あやばいやばいやばい。今ちょっと音楽隊食らったなこれ。いやこれプープーで行こう。プー。これ一回ワンダウン取った方がいい。くそ。回復しよう。ここでワンダウン取ってアイスビームを入れていこう。いやこいつ消えるな。うぜえこいつマジ消えるんだよな。ここでここで俺か。いやこれ俺っぽいぞ。これ俺っぽい。危ねえ。やばい急に来る俺の方に。マジ怖いんだけどこいつ。いやまたかよ嘘。あーそっちで。はいオッケーオッケー。それは大丈夫って言って。いやそうだ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 。引っかきは戻るんだよね。危ない危ない。2連射来る。はいはいはい、はい、オッケー。プー。なあこっちに火が来る。いやもう一発。プープー。よしよし。ここでアイスビームを入れていく。アイスビーム、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 もう一発、どれ、もう一発、倒した、やったー、倒したー、やった、やったぞお前ら、やった、二人残ったのか、よくやったぞお前ら、よくやった、祝砲のプーが出ない、出ない、ミリ残り。危ねえ。危ねえ。危なかった。いや、もうこれですでに喉が枯れてしまいましたね。それで、なんかここで針が使えるとか使えないじゃなかったっけ？あれ？ここじゃないのかな？はい、ボンファイアリット。ん？どこで使うんだ？ここで使えるわけではない。ん？なんかここで、三本指の呪いが解けんじゃなかったっけ？あれどうやってやるんだろう？あ、メンバーのメッセージ見ようかな。勇気はまだか。まだいるぞ、ここにも。すごい。もう至るとこで待たれてるな。ちょ、どこで使うんだろう？ハリー。なんか使えそうな場所ないよね。多分こいつだよね。ブラキドサクスンだよね。ブラキドサクスンでいいと思うんだけど、ん？どうしたらいいんだ？もしかしてミケラの針が使えるようになってるとかそんな感じ？どれだっけ？もう全然覚えてないな。ミケラの針、ミケラの針。ん？どこ行った？これか？これじゃないな。なんかほんと針みたいなやつだったよね。あれ？貴重品になかったんだっけ？貴重品じゃない。普通にアイテム欄にあんのかな？使えるアイテム。ここにあったりして。ミケラの針、ミケラの針。あ、これか。これ使えるのかな？お、使える！イエス！どうなる？おー！え？グループの誰かが破片の君主を倒しました。いや、そっち今いいだろ。そっちは今いいやろ。いや、いや、よくはねえけど、おめでとう。いや、ちょっと待って。お、被ったぞ、完全に。お、目が治った。治ったんじゃない？これ、目。ルカちゃん目治ったよ。でも傷は、体の傷は治らない。ああ、傷は治らないんだ。まあこれ仕方ないよね。これね、仕方ないと思った俺はなぜかっていうと、やっぱりこれがもう旅の、なんていうの？旅の代償だよね。旅の代償だよね。おー、見てよ、治ったよ、目が。目が治った。よかったね。これで、まあエンディングも選べるようになったんかな。でね、ここのかがり火まで来ました。大、大橋っていう、かがり火まで来たんですけど、祝福までね。これな、勇気満載、すごい、ここにもある。これ今、さっき出てなかった勇気はまだ待ってる人がいる。危ないんですけど！やばい。本当にやばい。ルーンの子がもう7個しかねえわ。これしかもなんか、あれなんだよね。みんなからもらおうとしたけどもらえないらしい。最悪。
最悪じゃないわ。てめえで集めろって話なんですけど、まあ、そんなこといいとして、でね、ここに来ると、ここからね、ブラキドサクスンがすごい行きやすいんで、おすすめですって言われて、ここまでね、来たんですよ。コメントをもらったんで。すげえ助かったけど。ここなかったらマジ一回一回ワシを越えていかなきゃいけなかったんだよね。なんかここなんかありそうだなと思ってたんだけど、ないのかな？ないね。多分ない。でね、この下にアイテムがあったんだけど、それね、取ってこなかったから取ってきます、今から。まあ、すぐ下にあるんで、ちょっとこいつ倒すね。アイスビーム。もう疲れたからアイスビームでいい。もうほんと。演奏疲れした。はい？いやいや、お二人揃って。お二人揃ってピンピコピンピコ。腐ったりこねろ。アイスビーム。使わねえよ、お前なんかのアイスビームこねろ。この腐った。ほい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 。オッケー。この下にね、なんか一個あったんですよね。これこれこれ。これなんだ？おお、なんだこれ。木色掘りの鈴玉。鈴玉の5すごい取るね。まあ、スルーしたんですよね。スルーしたっていうか、まあなんか動画撮ってないし撮るのどうかなと思って撮らなかったんですよね。したらめちゃくちゃいいアイテムだった。こっから進めばいいのかな？ちょっとわからないけど進んでみますね。ブラキドサクスも倒したから、まあ残すところもうそろそろいよいよラスボスじゃないですか。もう。ついにエルデンリング佳境を迎えますね、僕のね。皆さん。たくさんの人とね、エルデンリングをね、挟んでって言い方おかしいか。エルデンリングを介してね、すごいたくさんの方と出会いましたからね。はあ、ここあれじゃない？ゴールデンナイト行ったとこじゃないの？これは？勇気を目指す。すごいいっぱいいる。勇気を目指す。あっちに行けと。あ、そうっすか。メンバー、あ、まあ、どう見てもあっちだろう。ちょっと待って、こっち下見るよ。先に。強そうだな。あいつゴールデンナイトだろ？ゴールデンナイトは両手持ちで行こうかな。逃走が有効だ。あれ？これ。勇気の時間だ。ちょっとね、悪質だろ、これ。さすがに悪質だぞ。しかも、クソ食いの格好してるし。じゃ悪質すぎるだろ、これ、普通に、うん。これで落ちたらバカだからね、さすがに。さすがにこれわかるから。悪質だろ。なんて悪質な、YLS メンバーに一人悪質なやつがいるな。面白いけどね。面白いですね。うん、あんななんか、バレバレな嘘ないでしょ、バレバレな嘘。これなんだ？こっちなんだろう？こっちはなんだ、多分あっちが上に進むのが順路だと思うんだよね。これ寄り道だと思うんだ。これ死んでない？何？なんでしゃがんでんのこれ。なんかいんの？これ生きてんの？これ生きてないじゃん。生きてんのか？死んでんじゃん。何？これなんで死んでんの？なんかどれか一匹ぐらい動きそうだな。集中、スタンバっとこう。生きてんじゃん、ほら。こいつ生きてる。危ない、危ない。はいーちょっと。めちゃめちゃ生きとるやついたわ、一人。なんか、いびき聞こえたもん。つって。あのね、いびきのモノマネするときは、めちゃくちゃどうでもいいこと言いますけど、いびきのモノマネするときって、って前に吹いちゃダメですよ。吹くといびきっぽくないんですよ。カーってね。カーって吹くといびきっぽくなくて、どっちかって言って吸うんですよ。って、吸う方がいびきっぽいですから、モノマネで覚えておいてください。いびきは、吐くんじゃなく吸う。めちゃくちゃどうでもいいことなんですけどね。吸うんですよ、鼻で。喉で、カーって吐くんじゃなくて、鼻で、何？いや、ベルナールさんだよ、もう。危ねえ！ちょっと、いびきの話してたんだかな。すいません。マレニアやった時にあなたじゃちょっともう、すいませんけど、カット。相手にならねえ、寄るね。来いよ、おら！ベルナール！戦技使ってみろよ、おら！戦技じじい、この野郎！おら、戦技じじい、どうした？月しかやってないぞ、こっちは。戦技じじい、この野郎。マレニアを通したこの、ネズミ好き。どうだ、ネズミ好き。このネズミ好きにお前は、なんだ？おお、いいね。戦技使ってくるね。でもそんだけ？戦技、それさ、固定戦技じゃないの？なんで戦技使いなのに、そんな固定戦技の武器持ってんだ、お前。
もっといろんな戦技をね、こう多彩にやってくるぐらいの、力強さがないと勝てないよ。お、いいね、今の。今のジャンプ攻撃いいと思うよ。めちゃくちゃいい。おー、いいね、いいね、本気出してきたね。じゃあ俺もジャンプ攻撃。いや、強い。ダメージ量半端ないで。バカの一つ覚えか。悪いけど。ほら、ほら、ほら。お、強靭がある。なかなか。やるね。それ。はい、アイスビーム。ドズン。アイスビームやばいだろ。ほら、ほら、どうした。はい。全力でいくぜ。それ、いてて。ネズミ好き。はい、ネズミ好き。お、うまい。今のうまいぞ。さすがベルナール。やるな。戦技じじい。負けねえぞ、この野郎。戦技じじい、この野郎。お前、なんか、バカの一つ覚えでジャンプ攻撃しやがった。おっと、当たんない、こっちの攻撃。やばい。これまずいぞ。うつー。それすげえな、範囲。何なんだろう、その武器。なんか、そういう土の、なんか、あれなんだろうね。はい、ネズミ好き。ネズミ好き。対人でも使えるネズミ好き。はい。ネズミ好き。ネズミ好きやだよ、これ。はい、ネズミ好き。ネズミ好きって、実際そういう技ないですからね。これ僕が勝手に、マレニア戦で編み出したネズミ好きっていう、はい、オッケー。じゃあな、ベルナール。さらばじゃ、冒涜の爪。世界ぐらいの、玉ねぎ？獣集いの兜。獣集いの鎧、獣集いの思考。足考。一応着とくか。せっかく手に入れたからな。それ以外何を手に入れたんだ全然わからん。なんかアイテムだったよね。みんなを狂っていくんだな、最後はな。そういうことか。マルチプレイ系かもしかして。違うか。何を手に入れたんだ、ま、手に入れた順にすればすぐわかるでしょうってことでしょう。これか。黒き刃の力を反らすことができる。黒き剣の力を反らすことができる。なんだこれ。何これ。地のルーンの片鱗から刻まれた岩片。黒き剣の力を反らすことができる。陰謀の夜、法務官ライカードラニのシャレと。黒き剣のマリケスに。あ、なんかこの後なんかこのマリケスっていうの出てくるらしいんだけど、これ持ってた方がいいのかな。なんかよくわかんないけど、持っとくか。なんでどういうこと。なんか有利アイテムみたいなやつ。有利アイテムだったらいいかもしれないけど、一応持っとくか。よくわかんないけど、これなんか使うのかな。使った方が有利なのかな。入手順。タリズマンか。違うな。あいつ何を落としたんだ。相変わらず何を落としたか分かんないんだよな。もう一個は何だろう。ん？なんかもう一個なんか玉ねぎだったよね。玉ねぎどれだ？素材？違うな。これじゃない。キーアイテムでもない。なんじゃ？防具はいいとして、あ、なんか武器系かな？玉ねぎ。あ、これだ、これだ、これだ。伝説の武器の一つ、あいつが持ってた武器か。世界ぐらい。周囲の全ての敵がヒットポイントを奪う戦技。へえ、すごいね。そんなもの持ってたの、あいつ。そんな贅沢な。戦技親父、あん、そんないいもん持ってたのか。どれどれ。じゃあ、戦技親父の防具を着てみるか。星集いの趣向。星集いの足向。そして、この兜。星集いの兜。からの玉ねぎ。これですね。出ねえな。相変わらず、すごいね。蛇がなんか、なんだこれは。何をまとってんだ。蛇が金の卵を食ってるぞ。なんだこのディテールは。しかもなんか手で支えてる。あ、これ食べないでくださいのやつじゃない。そして勝手に食べないでくださいって言って、いろんな人たちが手を伸ばしてるってやつね。なるほどね。何がなるほどなの。あ、まずい、まずい、まずい。ちょっと待って、なんかいたぞ。待て待て。あ、まずい、まずい、まずい、動けない。やばい、やばい、やばい。いやちょっと。もう、いないでしょ。普通いないよね、そこ。なんかどんどん増えてくるんだから、勇気はまだか。これ知らないな。これもない、これも知らないな。おそらく勇気。いや、行かない、行かない、行かない。誰だ？落下死を誘発させようとするんじゃない。誰が書いてるんだ？俺を落下死させようとしてる奴がいるな。どこかに。どこかにっていうか、この世界のどこかに。まさか、この中でもスタンバってるとは思わないだろう。全く動けなかったんだけど、重くて。
ベルダールさんすごいな。あれ着て戦ってたってことだもんな。アイスビーム惜しい。アイスビーム OK、 アイスビームなんか左側にも いるような気配があると。あ、もっといっぱいいた。危ない危ない危ない。アイスビームなんで二人で反応した。アイスビーム後ろのやつビビりすぎじゃない。いや、ビビりすぎじゃないお前ビビりすぎやろお前。青かい。ほらよビビりすぎだろ。どんだけお前避けてんだよ。俺、やべみたいな。これなんだ。え、これ結構貴重なアイテムなんじゃないか。こんなとこあるぐらいだからね。微妙にちょっとでしか開けない。おう、古き王のタリスマン。これはなんか結構重要アイテムなんじゃないか。魔術と祈祷の効果時間を伸ばす。あ、すごいね。これは魔術と祈祷師にはいいタリスマンだろうね。うん、もうそのまんまの意見言っただけだけど、普通に。ね、うん、自分のあれ、冒険には全く関係ないから、あれだったのかもしれないですね。なんか、淡白になっちゃった。あのアイテム取り忘れてるな。あれ、どうやって行くんだろう、そこ。結構取ってきたと思ったんだけどな。じゃあ、ゴールデンボーイのとこ行くか。ゴールデンボーイ。もう一回これ見とく？勇気の時間だ。悪質だろ、本当に。とんでもねえ悪質なメッセージだろ、本当に。これ、俺以外の人も引っかかる可能性あるよね。逆に、INS メンバーで。皆さん、引っかかないでくださいよ。ああいうのはね、気をつけてくださいね。うん。ああいうの多分、点々と、もしかしたら違うところにもあるかもしれない。いつか俺が見るんじゃないかっつって。じゃあ、ゴールデンボーイ行きますか。重いのね。OK。OK、行こう。両手持ちでいきます、もう。剣装ダブルも、ダブル攻撃でいく。まあ、ツリーガードだよね、多分、ただのね。まさか2体いる ?1 体だよね、1体だよね。よしよしよし。ここはちょっと本気でいくぜ。よし、来い。なんか強そうなんだけど。何あの盾。ごつ。OK、一発。いや、ちょっと待って。すげえな、なんだ。なんだ、武器がすごいぞ。おい、なになになにそれ、知らない知らない。危ない。よっ、すごっ。なんかバコーンがすごいんだけど、そんなすごかったっけ。はい。おわ、ちょっと強いぞ強いぞ強いぞ。普通に回復。危ない。いやー、今ねよく分かってたんだけどな。回復で。おお、なるほど。地鳴りでもダメージを食らうようになったのか。なるほどな。まあ、初期からいる敵だから、やっぱそれはな、後半、こういう感じになっちゃうよね。やばい、強いぞ、普通に。おお、あれの時チャンスっぽいな。でも、近づけないか、そう簡単にな。はい、はい。おお、ゼロ距離発射もやってくる。危ない。嘘！強くないこいつ。何この火。てか、ごっつ。ごっついだろ、普通に。出血がいらんな。営利属性で、物理属性にガンブリした方がいいわ。こいつ多分出血きか、え、なんかボスなんだけど、この、こいつの後。まさかの。はい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 。オッケー。ちょっと待って、ルーンだけ、ごめん。ルーンだけ。ルーン。マジ、ここでルーン死んだったら俺ほんともう、多分もう、あの、二度とつけなくなっちゃうかも、このゲーム。はい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 。馬はボコーンってならないんだ。はいはいはい。あの近距離系の攻撃がそんなにならないんだな。いつも通りなんだな。そいや。はい。お、なになになに？エンチャント。そんなやってくんだ。はいや。はいや。ちょっと見えない。はい。いや、いてててて。あぶら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 。やっぱ強いっすね。はい。来いよ、おら。それや。はい。はい。動物？ほえ？両剣ステップ？なに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 ？わお！なにそれ？知らない知らない。あ、まず、これ狙われてんのか？はい。はい。危ない。一回戻っちゃった。はい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 。避けました。はい。オッケー！ローリングで避けました、2回。ナイス回避。異形の竜兜。異形の竜兜。
異形の竜兜、異形の竜兜。歯入ってるんだけど。こいつと戦っただけのに。こいつと戦っただけのに、歯入ってるわ。またボスか。もう、なんか今日ボスラッシュだな。この先勇気が必要だ。俺必要か？別に必要じゃないだろ。俺いなくてもみんな倒せるっしょ、こんな。そういうことじゃないとは思うんだけどね。まあ、勇気を持てと。ありがとうございます。まあ、勇気だからね。勇気を持っていきましょう。ここはじゃあ、勇気を持って進みましょう。勇気、おう勇気。てか、評価すごくね、みんな。なんか絶対評価されてんじゃん。評価されてない人、今まで見たことないな。いきますか。どんなボスかわかんないんだよな。まあ、アイスビーム連射して、見るか、最初はな。よくわかんないし。これ準備した方がいいんじゃない？このなんか、マリケスみたいなやつじゃないのこれ。また次回になりそうだな。引くか。ゴー！なんだ？獣の司祭。あれ？こいつさ、死の根をあげてたおじちゃんじゃないの？もう二度と誰にも。違うのかな？おお、ほら、死の根をあげたおじちゃんじゃん。おじちゃん、おじちゃん。え？なんでおじちゃんこのとこにいんの？死の根のおじちゃんでしょこれ。死の根のおじちゃん。島根のおじちゃんみたいな感じになってるけど。死の根のおじちゃんだよ、これ。あぶね。この人なんか一回戦ったんだよ、これ。いってててて。なんか頭おかしくなっちゃった時があって。なんかよくわかんないけど。撮影してなかったんで、なんか頭おかしくなってさ、攻撃してくる時があってさ、なんか神殿の、狭い神殿の中で戦ったんだよ。で、その時に、なんかちょっとだけ戦ったから、今撮影してなかったからさ、あんまり、なんか、ちゃんと撮ってなかったんだけど、その時ちゃんと、割とちゃんと戦ったから、多少動きわかるかも。この人の、この人バージョン。この人の戦い方。ちょっと、あれ前と違う、あれアプリ入った？アプリ入ったかな？なんか前より強い気がするな。あれアプリ入ったかな？はい、はい。あれこんなに動き早かったかな？おかしいな。いでいでいで。なんかちょっと待って。待って。あ、待って待って、やべえ、ルーが 33！ また33万ルーン、これまた失うかもしれないね。なんでこのとこにいんの？全然意味がわかんない。移動してきたってこと？ん？あれ？ここにいなかった？あれ？このおじちゃんと違うってこと？あ、このおじちゃんと違うの？違うおじちゃんってこと？足のね、3つ持ってる。はい。違うおじちゃんなんだ。遊びと感謝する。我が爪をくれてやる。もっと食わせろ。あ、なんかもらったぞ。しかも。グラングの岩。なんかすごい、なんかいろいろもらったけど、何これ。グラングの大槌もらったけど、急に。はい、ということでね。今日はここで。てか、ボス何体いるん？ちょっとマリケスっていうのはだいぶ遠くね。マリケスっていうのがなんかいるらしいんだけど、だから強いですって。そいつが次のあれなのかなと思ってたけど、次は獣のおじちゃんだしさ。ちっちゃ。なにこれ。強いのかな。あ、メンバーが。これは黒危険の剣族ですね。頑張れ。頑張れ。頑張れ。ぺったんこ。ぺったんこされちゃった。これ何？戦技は？ん？なんだ？戦技何なんだ？何かが足りてないか出ないね。獣王の爪。ちょっとこれだけ見てみたいですね。獣王の爪見てみようか。すごそうじゃん。進行と筋力を多分足せば、見れる。筋力。あった。行くぞ。獣王の爪！お、これ強そうじゃん、普通に。これ結構強いんじゃない？もしかして。こいつらぐらいだったら倒せんじゃないの？あ、ダメだ。ここのやつはちょっと強いんだよな。でも一回やってみるか。義手と思ってるのは大丈夫だろう。ここにいるさ、なんかちびすけにちょっとやってみようよ。中央の爪、多分強いと思うよ。こいつらも、ま、で、無強化だけど、まあまあ、グラングがくれた武器だからね。言うとくけど。どっかこの辺いなかったっけ？あそこに一人いるな。よし、あいつを。待て、怖いな。ちょっと待って、もうちょい強い武器にしとこう。いつもの自分の武器にしといた方がいいな。これは怖いぞ、普通に。あいつは意外と強いからな。よし。剣を持ってれば大丈夫だ。敷くぞ。あ、いたいた。
こうやってやるんだよ、重要な爪。あ、ちょうだい。うわりゃ、あ、危ない危ない危ない、よしよし、逃げろ逃げろ逃げろということでね、また次回ぜひエルデンリーグよろしくお願いします。グループの誰かが破片の空気を倒しました。おめでとうございます。そんじゃお疲れ様でした。またね。